今日ですね、ツイッターとか YouTube とかでもいろいろ話したんですが、昨日ですね、東大の、受験会場での、事件。これですね、やっぱりいろいろその、東大をクイズとか、GPS の、ああいう世の中の風潮とですね、無関係ではないと思うんですよ。これ、まあ、英語圏ではですね、インスタグラムの写真がですね、やっぱり特定の風貌というか、身体の特徴というか、そういうのをグレモラスだと、するということが、特に若い女性の精神的な健康に悪い影響を与えているということが議論されているわけなんですけど、やっぱり東大王みたいな番組も、クイズ番組やるのは別にいいんですけど、じゃあなんで東大生だけをスターとして扱うのかって、全く合理的な説明がないわけですよね。世間にそういうブランドイメージがあるにしても、そういうことに乗って、まあ、エンターテイメントにしてるだけで、まあ、悪いこと、言い方すると、金儲けの道具に使ってるわけで。じゃあ、それが社会的にどういう影響を与えるかってことについては、あんまり考えてないんだと思うんですよね。僕はもう明示的に以前からそういうやり方は反対なんですけど、やっぱり今回の17歳の少年の様子を見てて、やっぱり気の毒だなと思って、そういうブランドとか価値観とか、そういうものに、支配されちゃってね、自由にものを考えることができない。大人ってはもうちょっと広い視点からね、やっぱり少年たちも導くというか、いい影響を与えるようなことをしなくちゃいけないと思うんで、僕はやっぱりああいう番組は良くないと、はっきり申し上げたいと思います。またお話。